海猫の泣く頃に、エピソード3、バンケット・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチは、同人サークルであるレイ・セブンス・エクスパンションが制作している、同人ゲーム、海猫の泣く頃にのシリーズ第3作である。2008年8月16日のコミックマーケット74において発表され、販売開始された。タイトルは、海猫の泣く頃に、と、名を赤文字で表記する。 序盤は昔本当に実在したというベアトリーチェの過去話。そして第一の番を生き延びたキリコーの推理をもとに、ついに黄金が発見され、ベアトリーチェの後継者が現れる。ベアトリーチェさえも予想外の物語が展開されていき、後継者に対抗するため先人とベアトリーチェが一時的な共闘を行うのが本編の見どころである。推理面においては、 前回の大きな謎であった、あからさまなファンタジー描写が、ゲームテキストの地の文で書かれてしまっている、謎の一端が明かされる。右大、三宅長女のエヴァは、少女時代、直投手候補である兄のクラウスに代わって、自分が投手になるという夢を持っていた。しかし年齢を重ねるにつれ、男尊女卑の右大三宅では、女である限り投手にはなれないという現実を受け入れるようになり、 少女時代の夢は心の奥底に封印された。六軒島で連続殺人が勃発した後、エヴァは第一の殺人を生き延びたキリコのヒントから気分の謎を解く。隠されていた黄金はついに暴かれ、エヴァは右大宮家のすべてを手にする権利を得た。だがこれをきっかけに、エヴァの心の奥に眠っていた少女時代の自分が目覚め、エヴァから独立した存在として、 幻想世界に確立するようになる。そして、碑文を説いた功績により、無限の魔女、ベアトリーチェの名を継承した少女時代のエヴァは、エヴァ・ベアトリーチェを名乗り新たなる惨劇を六軒島に起こすこととなる。本作の殺人事件は人間には到底行えないであろう。殺人が多々ある。それを魔女の仕業なのか人間の仕業なのかを見極めるのが、 本作の大きな分岐点となる。また、死体の多くは非文に見立てられて殺されており、殺人が行われた場所には魔法人や魔女からの手紙が残されている。これらの小道具の存在が魔女ベアトリーチェが魔法によって殺人を犯したという印象を登場人物たちに与えている。スクウェアイニックス館。 月刊ガンガンジョーカーで2009年10月号から2011年7月号まで連載。作画、夏見 k ISBN978 から4から757528550、2010年4月22日、初版発行 ISBN978 から4から757529755、2010年8月21日。 初版発行 ISBN978 から4から7 5 7 5 3 1 0 0ゼ2 0 1 0年12月22日初版発行 ISBN978 から4から7575320522011年4月22日初版発行 ISBN978 から4から7575333632011年8月22日初版発行 海猫の泣く頃に、第12から18話ちょ、竜騎士0 7イラスト、友飛行団舎ボックス。ありがとうございます。